それでは聖書を開いてくださいこっちの後ろは聞こめますかね大丈夫ですねはいこっちの後ろの方ははこめます大丈夫ですかねはいえっと第一ヨハネの5章を開いてくださいヨハネ第一の手紙の5章の14節15節ですね 471ページですね私の聖書だと471ページです。ページですね,、えー、節ね章の節何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということを。 これこそ神に対する私たちの確信です私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですお祈りします天の様、ま、あなたが私たちを共にあなたの見舞いに集めてくださったことをありがとうございますえこれから見越えとばを通して学びますが生ける神御自身が豊かに語り導いてください イエス様お名前によってお祈りいたします。アメンえー、今日はこの歌詞を話、えー、中心にお話をしたいというふうに思いますが、えー、とお祈りありがとうございます。えー、と先週の火曜日ですね、えー、タイとそれからビルマからミャンマーですけどね帰ってきましたそれでえっとショートムービーができてますのでねそれをまず見ていただきたいとこういうふうに思います。えー、っとどうぞ 電気を消してていいただいてですね皆さんテレビの方に注目していただきたいとこういうふうに思います。

出発しましまてですね一日かかって土曜日についあの金曜日について土曜日は午前中は孤児院に行きまして交わりとそれから奉仕、えー、ですね孤児院で集会をやったんですねこれがありましてそれから、えー、とミャンマーの方ですけれどもですねビルマですねえっ、ー、と3つの箇所で、えー、と午後は例の戦いをしたと。そして日曜日曜は、えー 教会の奉仕を午前中行いましてそして4つの箇所で例の戦いをし月曜日は帰国なんですがミャンマーからタイに行きましてそしてタイは11時間のトランジットがあったのでその時間で3つのポイントとなる場所の例の戦いをしたと。 こういうような形になります。で、あのえっとまあ、派遣に行ってこう。驚くない。やっぱり主の手ですよね。こちら側はえっとま言われたことをやってるわけですけど、そうしますと、あの種の意志とね。主の計画の完全さっていうのを感じますよね。それでえっとまずミャンマーに行った時にですね。ちょっと私はあのあのあ惑っていた部分があるんですね。それはミャンマーの働きをする時に。 えっと、まあ,あの神様私たちの宣教の働きを開いてくださったわけですけど、えっと、ミャンマーに種の住家の教会を建てるのかあるいは、えっと、ミャンマーの教会を助けるのかどっちなんだっていうことですね。で今回は家人族の教会が招いてくださってますからねそして、えっと、向こうに行ってですね一つあの分かったこととあのこちら側が気づいてなかったんですがやらされたことは明確に あのこう何か神様が意思を持って導いておられたってことを確認できたんですねでこの「孤児院」と「教会」っていうのはですね「カチン族の」の集会なんですね。でカチン族っていうのはクリスチャンの率が非常に多いんですね具体的にですね。そしてですね死が言われたのはカチン族の教会に関しては教会を助けるまた教会と協力するというねこういうような形で。 神様導いておられるということをね感じました。そしてですね、あの例の戦いをしたとはところはえっ、ー、といろいろ調べてここはポイントだと思うところをやったんですね。で我々はあの日本人だから、えー、あんましこういう意識はないんですね。あのどういう意識がないのかというと何部族とかねマジキな部族とかねユの部族とかそれが我々と違うっていう意識はないんですね。 あのみんな似たようなね出身地が違うぐらいの話で <laughs> そういう感じですねで向こうはちょっと違うんですねで、えっと、この、えっと、仏教のねお寺なんですけどこのお寺はですねミャンマー族なんですね、えっと、ビルマ族が70%を占めていてでここはほとんど作られてないと、ね、そして我々は、えー、っとカチン族の教会をお手伝いしたとと,ともにミャンマー族のところを例の打開をしたんですね そしてねやっぱりあのですねですからあの、まあ、見てる限りえ、まあ、見てるっていうのは実際に何が起こったっていうんじゃなくてその情勢とかねちょっとカチン族の方々が迫害されてるとかこういう見てる限りカチン族からミャンマー族に、えー、伝道するのは非常に難しいだろうとこう感じられるんですね。で70%はミャンマー族であってでこれは仏教中心なんですね。で主はですねこちらに関しては教会形成。 おられるとそして教会形成のための最初のステップはね例の戦いですから我々が気が付かないうちにこれをやらしてくださっていたということを、ね、感じましたですから、えー、っと繰り返しますが主の導きは家臣、えーえー、族の方々に関しては協力そして、えー、ミャンマー族に関しては伝道するというねこういうような形で主が導いておられるなというふうに思いましたしまず、えー、っと神様の働きのまず一歩が開かれたのでね この後さらにこう大きな神様のざっと働きが起こってくるというふうに思いますしこうリバイバルに向かってますのでねリバイバルの時に大きなね刈り取りがそこで起こると、えー、こういうふうに思います。それとともにですねあのタイに行ったんですねで11時間トランジットがあるので、えー、特にあのこの事柄を通してですねあタイにおける種の御心が非常に強いなというふうに感じたんですね。 具体的にですねそしてですね、えっと、最初あのこちら側が、えっと、考えプランしたのは、えっと、タイの宣教のためにね協力してくださる方あるいは協力してくれそうな方々が何人かいらっしゃるわけですよね。例えば広島教会の場所を貸してくださる方、ね、その方は、えっと、タイで仕事もしていて家を持っているんですね今タイに行ってる。それからえっと 家臣族の孤児の時の通訳をしてくださった方の名の方がいろいろな手伝いをしてくださるということだったのですねそちらにねその方々と会うということとポイントの3つの場所で例の高いをしようとこれが一つ我々の考えであったんですね。そしたらですね連絡は取れないんですよねこの2人の方々にねで結局ですね。 連絡取れなかったんですね。普通ね連絡取らないっていうのはねないんです。あの主の受化っていうのはあの虫のようにですね <laughs> すごいですから <laughs> あの必ず何らかの接触は取るわけですねいつもね。でそれでですね結局これに集中せざるを得なかったんですね。ところはですね時間が足りなくてこれはね不可能な状況でまあ一つはできるだろうけどうまくできて二つ 3つは無理だなっていうふうに思いましたらあの非常にこうね特別なやっぱり手の手が働きましてですね3つともできちゃったもう一つはね、えー、っと閉館にある1分前に着いとうねあのそういうよういよな感じだったんですねそして、えー、っとポイントとなる3つの場所のね例の戦いを全部終えることができたんですね、まあ、これは奇跡的でしたよね。 そしてですねあの、デボーションの箇所っていうのはね、えー、と朝読むのとそれからねまたね終わり頃読むといいんですねそうするとねあれっていうことが見えるんです。あの示されていたたここことととに気がつかなかったこととかなっね、ここ見えるんですね。で、この日のデボーションの箇所はですねエペソの6章、私たちの戦いは血肉に対するものではない」って例の戦いのところなんです。で逆にそこで、えー、確認をしたんですね。あの 神様はあえてこの2人の人に会わせなかったんだ。会っちゃったら霊の戦いはできなかったで今回は例の戦いでそれで会わないことによって我々はピタッとねこの全ての例の戦いをやることができたんですね。で例の戦いは戦況の始めですからで、えっと、に戦況のスタートがされてるぞっていうことを感じますし、まあ、次の段階ではこの方々ね嫌というほど会うでしょう。 具体的にね <laughs> もちろん見心の協力者かどうかっていうこともありますけれどもですねでどうぞ皆さん、えー、とタイとミャンマーでの働きがねこう動き始めてるとこういうふうに思っておいてくださいそしてですねあの海外選挙っていうのは、えー、と日本の教会があまりやらないのですねそれは何かって言いますとね勢力を使うことでしょ外に。 で例えばあの安定を受け海外選挙をやったとしたら安定国が強まるわけじゃないんですよね安も選挙をしてるんじゃなくて他教会を助けたりあるいは、えー、例えばミャンマーとかタイにおいて、ねえー、いろんな方々が救われるためにやったりするわけでだからこちらの日本の教会としてはですねあのあの要するに力を使うだけではっきり言えばあの戦線を拡大しちゃうわけだから。<laughs> <laughs> こちら側のあの戦力ってのは弱まるわけですよね。これは普通、そう考えるんですみんなは、ね。これはとんでもない。えっ、ー、と予言でも言えてますが、主の十字架が伸びてったのは、えー、海外選挙だったからです。で海外選挙とともに主の技がですね起こってったんです。で今あのその兆候を今見始めています。で我々は海外に力を使う。 進んでいくときにですね、手の,の技があったく多く起こってきておりますし、また、えー、すまじい技が起こってくるのを皆さん見るでしょう。ね、なぜならそれ未心だからです。未心だからですね。ですから海外選挙に特別な意味合いがあると。それとともにですね、あの皆さんは海外に召されてます。聖、ね、書にそう書いてありますし、またあのあ,あのアン教会に来ちゃったらもうそうです。もうそうなのですね。ね 起きてる人も寝てるる人人もも寝ですね <laughs> あのもうそうなのですね。それで皆さんね戒厳宣教に私たちがつくことによってもちろんねあの場合によっては殉教者し人も出てくるかもしれませんが皆さん祝福を受けます例の,の祝福を受けます具体的に見心を行う時に私たちは大きな祝福と霊的なものがあの与えられるんですね。で私はあの 賜物の働ききににおいては、ね、海外においていろいいててては海外ろろ開かれてきましたよだ、ねえっと、一つは聖霊の働きが強いので日本ではあの体験しないことを体験し始めるんですねでそれがやっぱり日本に帰ってくると駅になってるんですよね。でどうぞ皆さんねこれは使命ですのでどうぞそのことを覚えつつねまた信仰の対応をね取っといていただきたいというふうに思います。 そしてですね海外で選挙をしていて国内の選挙が大きく進むっていうことがね次々とあの起こってくるっていうことをねあの覚えておいてあのいただきたいとこういうふうに思います。えっとそれとともにですねあのザンビアの孤児院ですねこれが、えっと、第二孤児院ができることになりました。はい どうぞあのお祈りください、えー、とザンビアの孤児院は、えー、行くと分かるんですけどルサカっていう首都があるんですね、まあ、あの辺はね首都って言っても首都みたいじゃないんですけどちょっと行くとねもうねど田舎みたいなねライオンが出てきそうなそういう,いう感じのところですよね。えー、そしてですね孤児院はですねあれ荒野の真ん中にあるような感じなんですねそそここににがあっっててて村みたいに今なってきてるんですけど えっと、あそこの近くにね小学校しかない小学校しかないっていうか個人の中で小学校やってるのかな <laughs> そんな感じですよねだから卒業しちゃったの卒業しちゃいますとね中学校に行けない今3人ほど行けないのかな3人ほどもう1人は、えっと、我々が9月に行った時にもう半年行けてないって言ってましたからあのですからもうね半年か9月か何ヶ月か十何ヶ月かなはい。 えー、半年って言ってましたからね、十ヶ月ぐらいですかね。そういう状況なんですね。で、これは、あの、どうしてもね、あの、学校は行かせないといけない。ということですね。えっと、そのためには、ルサカに、個人を作らないといけないのですね。それで、幸いにして、えっと、青木さんたちはルサカに住んでおられるので。そこを、個人として、まず。とりあえず。そして、えー、っと、運営数という形ですね。三人ほど、こちらに移動して、えー。学校行かないといけない。 そして運営することになりました。で、そのためにね、えー、っと今まで以上に費用がかかります。ですからどうぞあの皆さん祈りそして捧げといてあのいただきたいとあのいうふうに思います。で、これはあの、えー、っと個人のやつですね。それとともにですね、このミャンマーチームにいるときにあの師を褒め称たたえる個人的な出来事が起こったのですね。あのそれは何かって言いますと。 えっと、ミャンマーチームに出発する前の夜、うんね、私、えっとね、バンドが壊れちゃったんですねバンドがその時壊れたんじゃなくてずっと壊れてたんですけど特に壊れちゃったんですねでどういう状況になったのかっていうと、ね、バンドが外せないこのままもうダメなんですね <laughs> こうやってたら駄目これはまずいなってことになったんですね で不審判にいやいやいやあの今新しいバンドを買ってきたもらおうかなと思ったけども時間が遅いんですね。でこれで言いかざるを得ないんですね。だからともかく守られるようにっていうふうにこう祈って行ってですね守られたんですけど、そしたらですね、えー、一人の人があのなんか日本でバンドを買ってきたそうですね私のために聖霊に示されたって。よや,やっぱり聖霊に示されるんですよ皆さんね。あの神様の宮沢がすごいですよね。 神さんバンドのことまで気にかけてください。く <laughs> それでね、これがこのバンドなんですね。<laughs> このバンドなんですね。であの、あの、しのてはね、素晴らしいっていうことをね、感じます。それと,とともに、えっと、日本の個人の働きのためにね。どうぞ、あの、お祈りくださいますようにお願いいたします。で、えー、っと、おそらく福島か。あるいは、郡山っていうのは一つ、大きなポイントであろうと。 こういうふうに我々は考えているわけですねそしてあの福島の方に750坪の良い物件があったんですよねであのこれがあまりにも良いのであのだいたいみんながここに傾いたんですねで、私も傾いちゃったんですね傾いたんですねそうしましたらですねあの映画見たんですけどえっとね映画ってものすごい語りかけがあるんですよねでその映画の中でですねね福島に と郡山を考えていて、福島に傾いている。その段階の中で,ですね。映画の、えー、と、主要登場人物の設定が。郡山個人出身って言ったんですよ。で、この時期にね、郡山でしょで、私、ドラマで郡山個人って言われたことないんです。<laughs> これは、ね。あの、意味なく、起こらないですから。えっ、ー、と思ったんですよね。しかもですね。 コ山に現在個人はないんですすこう20年間ないんです、ね、そ,してその郡山の孤児院で育てられた人たちという設定なんですよね。そしたらあの同じ映画浩、えっと、田君も見てて「そうでしたね」とかなんか言ってですね浩、まあ、田君はそう思ったかどうか分かりませんけど <laughs> まあでも郡山は孤児院って言ってるんだからね私の話多分聞いてたかもしれませんね。 であれってねこれあこっちをもしかしたら言ってるんじゃないかなと詩はねちょっと感じ,感じたんですねそうしましたら間近な僕はね「あじゃあ,あのもうこっち福島やめてですねそして郡山で行きましょうか」とおっしゃったんですけどでもですね物事は進んでたっていうことともう一つはですねあの私が言ったのは「もし郡山神心だったら福島は止まる」ダメになるとだからちょっとそのままやらしておいてください。 こういういうに感じたんですね、まあ、それを言ったんですねそうしましたらねここはねえっとまあそれは分かってたんですけど切り替えられないと絶対不可能ということでねそれで今ストップになっておりますこれストップになりましたそれで今あの郡山を中心にねいろいろ祈りやってるんですねどうぞお祈りくださいで、えー、と福島の方はですね えー、2,700万買うのにねかかるのと作り直しに1,300万で約4,000万円でできるという最初の設定だったんですが何、えー、か、えー、っとやりましたら2億円かかるというねこういうような見積もりが出てきましたですね。で、えー、っと2億円っていうのは我々の、えー、っと能力4,000万円ぐらいだったらまだえー、っと 射程距離ですけど、2億円っていうのはね、あのー、誰か保険にかかって飛行機でも落ちてくれないと。<laughs> <laughs> ええー、まあ、その、そのレベルはですね。まあ、ただ、その要するに、あの、御心ならば、これはね、行きますのでね。ただ、あの、まだ見心かどうかわかりませんので、えー、これから祈るところですよね。で、どうぞ、お祈りください。2億円にしろ、そうでないにしろ。 主の働きは進んでおります。で、私たちはですね、その働きの具体的なあらわるを見ることになるでしょうね。まあ、あっというほどのあの障害が来るならですね、あっというほどの奇跡が起こってきますのでですね。で、日本における働きが大きく開かれていきますのでね。どうぞあのそのことをですね、覚えておいてあのいただきたいと思いますし、また祈っておいてもいただきたいとあのいうふうに思います。そしてですね、あのいろんな働きが一気に進んでるんですけど。 えっとこれは我々がやるべき働きではなくて主がやるべき働きなのであんまり気にしないで,で神様やってくださいってね自然にこう分かんないうちにいろんなことが進んでますんですねどうぞあのそのことを覚えつつ見といていただきたいとあのいうふうに思います。えー、っとそれで、えっと、例の戦い行った時にね、えー 私はですね、昔からあの、ね、寝たお釈迦様、ね、あれミャンマーとかタイのあれで見てたんですねあれちょっとつあの,あのなんとなくね <laughs> あの心に引っかかってたそれでは今回あの例の戦いでこう言ったんですけどなんで、ね、寝てるのかっていうとあれですね悟りを開いてるんですってこう、ね、寝てるやつね。<laughs> だいぶねねお釈迦様も疲れてるのかなと <laughs> あの血肉の体ですからねあしかし皆さんできませんでしたね血肉の体がんですか <laughs> まあ,あのそういうようなことですねそれで <laughs>、えっと、第一ヨハネの五章の14節15節ですねえっと 信仰っていうのは秘訣があって、その秘訣っていうのは御言葉に書いてあることですけど。あの、それを通して多くの技と恵みのですよね。具体的にですね。あの、えっと、岡牧師のところに行ったときに、まあ、岡牧師が癒しのために祈ってくださいというふうに言ってくださってね。祈ったんですね。で、あの神様の技が起こりました。というのは、岡牧師がこう。 えっと、主の時間、癒しが起こっていることを知っているからですね。ただね、えー、っと、ちょっと祈りながら、ちょっと思ったんですね。それは何かというと、えー、っと、多くの人はね、癒しが起こった瞬間に癒しが起こる、ね。祈った瞬間に癒しが起こるっていうタイプの癒しのことを期待します。で、それも起こるんですね、主の時間でね。ただしですね、えー、っと、私の周りに起こった癒しはそのタイプじゃないんです。えー、私の体とかね、が、ベニー君。 今回はねミャンマーの教会で紅君のことを説教してる時に通訳者がちょっと涙流しちゃった感激したんでしょうね手が触れてくるからだったんでしょうねで私の妻の癒しとかねこれちょっとタイプは違うんですタイプは違うんですねだから要するにあの癒しの中でもたまものによって一瞬に行くのと信仰に行くでやるっていうのをこう分けるとするとこっちの方なんですしかしですねこのの言葉による対応っていうはは実は 強力な力を持つなんです。ですね。で、えっ、ー、と何て書いてあるか？というと何事でもっていうのは何でも。何でもですね。何でも。えっ、ー、と神の御心にかなう。祈りをするなら、それは叶えられるって書いてあるんです。何でも神の御心にかなう。祈りをするなら叶えない。 まああのえっとマジケラ君のハチャメチャ人生のねえー、っとビデオが、えー、っと8位を取るんでしたよね感謝ですよねマジケラ君祈ったんですね委ねてねあれ普通ダメですよ <laughs> でもあれ見心にかなう祈りだったので答えられたのですねですからあの祈りの基本的なポイントはですね見心にかなうということで。 そしてこれだったら必ず答えられるって言ってるんですね。ですからあの皆さんが祈るときに御心に叶うかどうかということが大問題なんですね。えっ、ー、と例えばね病気が癒せるのは御心だっていう単純には言えないんです。ですね。 だからあの、私が病気の時にですね、祈ったのです。そしてですね、何を、あの、祈ったのかというと、御心かどうかです。癒されるように祈ったのですね。癒されるのは御心かどうか。癒されるように祈ったのですね。そしてですね、えっと、これで分かったんですね。御心だって。私が癒されるのは御心だぞ。ってこう分かったんですね。 ですからあの単に、ね、リンゴくださいとかねそういう祈りとともにもうこれはちょっと違うんです信仰を用いるあの祈りなんですねこれ見心だって分かったでしょ見心だと分かったらここはあの聖書で何て書いてあるのかというと見、えー、心の願いをするなら聞いてくださるということこれこそ神に対する私たちの確信ですだから聞いてくださるよって思っているわけですねそれで次に信仰の対応に対して書いてあるわけですね えー、それは何かというと私たちの願うことを神が聞いてくださるとし知れば神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですもう答えられた答えられてしまったと分かるんだよ答えられたとしまったら分かるんだよってことを言ってるわけですね。つまりこれは何を言ってるのかというとね「受けたと信じなさい」。それでですね考えたわけ 私がが病気が治ることとは見心だとじゃあ受けたと信じるってことは一体どういうことかとそして思いついたのが私にいろいろ聞いてくるわけですね「お病気いかがですか体の具合いかがですか」ね、それが私が治った受けたと信じることは治ったって告白することだとで私に「治りました」って言った告白したのですそうしますとね このパターンに乗ったんです、ね、この御言葉のパターン御言葉のパターンに乗ったんですね。ですね。そしてですね治りましたって告白したらじゃあすぐ治ったかっていうとねここは試しが始まるわけですよ皆さん、皆さん試しなんてね何年かかったかもう3年4年5年ぐらいかかってますよね。ね試しがあってですね今があるんですよし、ね。 あの皆さんお疲れであろうと思いますけどもですね私もお疲れなんですね <laughs> 昨日ねあの始まったとかなんか言ってる <laughs> あんま近くだからよく聞こえんの <laughs> 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 それでですねえ <laughs> 皆さん試されるんです試されるんですどうして試されるのかって信仰を立て上げるんでしょうね神様悪くなっちゃった。 悪くなっちゃうだから状況で試されますよねあの見心なのにそして信仰の対応を取ってるのに逆の対,対応になっちゃった状況になったとでそういう方はいくらでもいると思うんです、ね、そして単純に考える人はねあ自分は間違ったと思うんですね。ところがねそうじゃないんですちゃんと聞くんですもう一回本当にどうしてこういうことなんですか私は間違ったんでしょうかというとちゃんとね教えてくださいますので間違ってないって。ねそして 受けたという対応を告げたのです。え、そしたらね、どん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 悪くなっちゃうわけです。あの一つはあの状況で試されるのと、あの期間で試されますね。あのいくら経ってって怒らないと。いくら経ったって怒らないと。いくら経ったって怒らないと。これですよね。例えばあの。 四の字家のミッションの働きでね事務局ができるって予告があったんですねであの我々はあの毎週日曜日あの礼拝堂を借りてやってるグループですから、えー、グループでしたから事務局ができるなんてとんでもない話だったんですねところがユミノさんとか佐々木さんが中心になってやってたんですねで最初に20人ぐらいいたんですよねいっぱいいたんですよね,いっ,ぱい,い,たねいっぱいいたんですね で3年ぐらい経ったら5人ぐらいのち点5人ぐらいですよよく頑張りましたね,ねで最終的に2人、ね、そしてねその時事務局ができてきただから一つはあの3年頑張った人はよく頑張ったと思いますが少なくとも5人中3人はその後脱落していったんですねでこの時時間ですよね時間。 であの皆さん試され,ますで試されるときにちゃんと種のところに行くのですあの試しに打ち勝つあの秘訣はね何でも種のところに行くんですこれですこれですねそれで皆さん時が来た時に完全に野菜とかですねあの紅君の場合でもその手ですよねその手ですよね そしてあの癒しの祈りをして癒されるって主が言われたんですね。でそれに対して、えっと、どういう形にしたら受けたと信じる信仰の対応になるかということを考えたわけですね。まあ、一つは告白ね。それから、まあ、死の指示がありましたからベニ君の癒しを見せるっていうね。だから紅くんの病状を言いながらでみんなにどう治るか見てもらったんです。 さすがにね、批判中傷する人もベニ君の癒しに関しては文句は言えませんでした嘘とかね、詐欺とか言いませんでした見せたからです目の前に出てきたからですねあの具体的にですねでベニ君の野心に関して文句言ったって話は聞いたことがありませんね、私がインチ来たことはそういう文句がいろいろあったようですけども、<laughs> あの聞いたことはありませんね皆さんねでその時にですねそれがあったの あのこのみこたってねすごい強力なのですね強力なのねっ、ね、で不審さんと結婚する時だってねお父さんとお母さんが来てですねえー、っとステーキ食べさせるとか何か言って「岡本涼子ちゃんいいですね」あのー、ちょっとお腹壊しちゃったけど <laughs>、ね、ステーキ屋さんに勤めてて。 <laughs> ヒレステーキがまかないで出てくるんですっ、ね、てうわーいいですね <laughs> でももね言われてステーキ屋さんに、あのー、言ってねご馳走してくれるんだと思ったら娘はこういう病気でと大変なんですって言ってそしてですね、あのー、結婚ぶっ壊そうとしたんですねぶっ壊そうとしたんですねだからちゃんと言ったんですね何か大丈夫ですって。 っていうのは私はね受け取ってましたからあの癒されるってことは知ってましたしそしてそれを受けたと信じるっていう事柄を教えられてましたから言ったんですよね。先生がものすごい反対してると。ね、あの先生主治医東大,大の先生有名な先生ですよね主治医がとんでもないことになるって言ってるってねこう言ってきたんですね。あのもし、ね、神様の権威を知らなければ それでですよねやっぱりお医者さんの言われることはねどう、ねね、も皆さんね髪は違うこと言ってたそしてね受けたという対応を取ったんです、えー、で大丈夫ですって言いましたねあの心配しないでくださいと、ね、そうはなりませんとですねそして皆さんねあのしばらく経ったら主治医の方が結婚したのがよかったと。 そうおっしゃってたということを言ってますね。で、その時にですね、今体験するのは神の御言葉のまさに確かなことです。ですね。そしてですね、この御言葉というのはあの確かにそのように働くのです。だから特に皆さんがね、えー、どうにもならない問題とか困難にあるとき、皆さん。 対応しておいてくださいそして祈るのですで主の御心を悟るのですで御心が皆さんね悟れればこれは皆さんね価値なのですね価値なのです技が起こるのです皆さん、えー、ですから主の受雅、えー、の場合、えー、賜物の癒しもあるんですけどね例えば三本松さんのところだって似たようなもんでしょ ね、すぐ癒されたわけじゃなくてね。うん、あの要するに前田さんのとこだってみたいなんですよね。あのー、具体的にですね。ですからどちらかといえば、死の十価の癒しっていうのは信仰を用いた癒しなんですね。しかし、その中で何がこう見えてくるかというと御言葉は正しいってことです。そしてですね。えー、っと御心にかなう祈りをするならいいですか？その願っていることが御心ならば。 受けたと信じなさい。試されます。ね、それは状況と時間で試されます。しかし皆さんね、神様の言葉にとどまってんなな、まあとどまろうとしないで、すぐ助けを求めればいい。ね、なんかったら助けて、バー、ね、助けて、バー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 、助て、バ、ね、これでいけない。いあのー、ちっちゃい頃ですね、あのー。 えとヨハネ君とベニ君がねよく喧嘩した、ね、そしてですねあの普通対等に喧嘩するとねヨハネ君の十勝ゼ0敗ぐらいなんですけど大体64ぐらいでベニ君が勝ってた、ね、でどうして64ぐらいで勝ってたのかっていうとヨハネ君と喧嘩するとベニ君が「行くんです」「お母さん」ってヨハネ君がこんな大変なことを僕にやった、ね、とんでもない,い「僕にやった」そうするとお母さんが「ヨハネー! <laughs>」 そう,そうなりますとですね勝敗が紅くのは勝率がよいと、ね、こういうことになるのですね大体いいね下の方がね要領いいですね大体いい長男とか長女っていうのはそういう体験の中に生きてきたんじゃないですか、ね、不当な負けね怒らえそういうような感じですよねだからもうすぐ親のとこ行っちゃうから勝ちちゃうんですね、あのー えっと、神のところに行った方が勝ちですよね揺るがされた時ね神のところそしてですねあの御言葉は確かな力を持ってますのであのこれから皆さんはねたくさんの奇跡を見ていくでしょうけどもあ,のある奇跡はねこれから出ますこのの言葉の成を見ますですから皆さんこの御言葉を話さないようにそして対応するようにね大きな奇跡が表されてきますね。どうぞそれを覚えといてくださいお願いします。 寺様どうぞお一人お一人のうちに豊かに働きさらに御役をと宮沢を表してくださいますようにお願いいたしますえっと信仰の広格をな、えー、すことによって信仰の流れはちょっと変わる方がいらっしゃいますこれは大きな祝福となります寺様どうぞ豊かに導いてくださいなんか示されてるんだけどちょっと恐れがあって踏み出せない方がいらっしゃるんですがちゃんと祈ってそして言葉をしっかりと確認してそして、えー、踏み出していくように 生み出すことによって大きな変化が起こります寺の様どうぞ豊かに導きサインご横と宮沢を表してください何かに対して引いてる方がいらっしゃいますがこれは引いてはなりません立ち向かっていきなさい立ち向かうときに、えー、この敵は知ってきます癒しの祈りをしたいと思いますまず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思いますそれでは各々で癒しのためにお祈りください だ生ける神ご自身が豊かにこの場に臨んでくださりお人おり人のカー精神で癒しを行い会を行ってくださいイエスキストの皆やって病の力を打ち砕くイエスキストの皆やって見ずお人おり人のカー精神が病の例を賛イエスキストの皆によってお人おり人のカー精神を見ず野癒さ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 菜イエスキストの皆によってお人おり人のカー精神の癒しを責任ちょっと鼻が悪い方がいらっしゃるんですよい,いましょうこれがこの野菜でした。 テノスはどんどん豊かに導いてくださいますように。お祈いしています。えー、っと膵臓がちょっと悪い方がいがいはいらっしゃる。これが癒されました。テノスはどんどん豊かに導き、最後へこと宮沢なされてきますように。お寺は食堂がちょっと悪い方いらっしゃる。これが癒されました。イエスキストの皆によって、お師匠の人の家族精神現象をししう宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願祈します。ア雨それでは3秒お願いします。